よし。さあ、あったあったあった。パイナップル。これをどうせばいい。おお、いとん、丸飲みかよ。入ろう。さあ、新しいマップですかね。マップ。不思議生物、ああ、これか。これは知ってますよ。あの、悪名高いマンタらしいですね。なんか多くの方にとって苦戦するステージだったとか、なんかやばいのが来るんだとか、なんだっけね、でかいマンタが来て小さいマンタを呼び出しながら戦うんだっけ、そんなんだった気がしますけど、ここはなんか知ってますよ。まあ、それだけに、そう、ろくにプレイをしてない私でさえも話が回ってくるぐらいのステージ、気をつけましょうか。はい、何？エイのような形を、大きな化け物が突然現れた。シルエットすらしか見えない薄っぺらいやつ。ビリビリしたドロドロで汚していった。飲み込まれて沈んでしまった。はい、ドロドロを片付けてもホテルが元に戻る保証もない。え、もう来るの？え、イカ？これ、イカじゃねえじゃん。あ、マンタだ。そうだ、マンタ、マンタつがエイじゃん。思ったよりでかいぞ。でも塗り範囲が微妙だな。ちょっと待って、チェイスボード、チェイス。とりあえずここら辺ちょっと塗って、とりあえず、え、来てる。うわー、来てる来てる来てる。え、なんだこれ。ちょっと、そ、なんだこれ。ひなひなひな。見て見て、ビリビリする。そういうことかよ。うわー。ちょっと待って待って待って、タイムタイムタイム、お助けお助け、逃げるぞ一旦。ここまで来れば追いかけてきとる。腕腕腕腕腕、水をかけると分裂する、やめて。今何体だ、やばいやばい、しかも全部こっち来てるじゃん。これこれこれ、一気に、うわ気持ち悪い、なんだこれ、やめろ、なんだよこれ。一匹いれば何匹いると思いってやつ、やめて、やめ、逃げる、僕逃げる、帰る帰る、お家帰る、家帰る、家帰るぞ、海に帰るぞ、よし、海に帰るぞ、よし、急いで、ここまで来れば追って、追ってきてる、まだか、まだ来んの、しつこすぎない、こいつら。うわー、ちょっとなんかあの緑の線がなんかさ、あのコアみたいになってて、すごく気持ち悪い。ちょっとガチャ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 するぞ、このショットガンめいたこの打ち方でちょっと。減った？いなくなった。ああ、平和が戻った。いやー、なんだ、意外と弱かったね。思ったら、ゆっくり接近。見て、分裂してどんどん増えています。なんか、え？めちゃめちゃ、うげ、ちょっと待って。私はピンボールじゃないです。いの、めっちゃライフ減ってる。やばいやばい。ちょ、コイン、コイン。一旦、海に逃げよう。海安全じゃね？あ、いけ！安全、安全な場所はもうどこにもないんだ。でもここなら水の心配はいらないぞ。怖い怖い、見て、死んでしまう、嘘だ、ちょっ、ひえ、ひえ、やめてー、来ないで、こっち来んな、こっち来んな。どっかで体力を回復したい。めっちゃこっち来てんですけど、めっちゃこっち来てんですけど、ちょっとやめて、やめて、やめて。怒るよ、怒るよ、ちょっと怒る、怒るよ、怒るよ、怒るよ、いい加減にして、いい加減にして、怒りますよ私。ちょっとや、ほんとやめて、こっち来んなって、こっち、こっち来んな言うとるやろ。あっ、くそ、こうなったらこれで迎撃するしかない。頼む、減ってくれ、回復して、コインないか、どこにもねえ、油断するな、どこから来るかわからないぞ、怖い、死ぬ、あ、命の灯火、ありがてえ、ぐるりと巡っていくぞ、
よし、持ちこたえだ。よし、あった、ここにある。よし、立て直してきた。よしよしよし、これ覚えてなかったらやばかったかもな、このショットガンみたいなやつ。試してみるもんだね。まあでももう体力も戻ったし、どこもやってくれなかったな。こっからは反撃じゃ、反撃。どこじゃ、どう、でででハメ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 られる。ちょっと待って、あの急いで、ちょっと水足りない、水が足りないです。よし、こうしてみるとまだちっちゃいのが大量に残ってるな。いっそ大きければ。よし、あそこでなんか薄っぺらく、お前か、一斉に襲ってきました。ちょっと来るのか、むしろ交通号だ。色が変わってる、追い詰められてるってことじゃね。よし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 、一掃開始。むしろ近づいてこいよ。痛いです、近づかないでください。今はやばいやばいやばい、逃げる逃げる。おお、ピンクピンクピンク、だいぶ。よし、道を開けろ道を開けろ。はい、これピンク、ピンクすぐなくなるね、これ。ピンク、ほい、よし。どこだ、一斉に襲いかかってきたらいるけど、言うほど襲いかかってきてないじゃん。うわ、いっぱいいる、挟まれてた、危ない。だいぶ減ったんじゃない。よし、まだいる、どんだけいるんだ。元がでかいだけに数もわからんな。だいぶ OK じゃね。よし、ごめんなさいね、カチ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 。でもこれ打たないと今回やってられないわ、正直。どこだ、あ、いた。お、音がでかい、終わったんじゃない。よっしゃ、あー、ショットガン強いわー、助かったわー。一体一体ネチネチやってたら多分これ絶対やられてたね。なんでホテルが生えてくるのかよくわからないけどね沈んだ後にそこ別に綺麗にしてなかったはずだけど。でもなんか一発でいけたのはやっぱりこれを知ってるかどうかだったんでしょうね。あーあー、間違えた、これ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 の存在なんでしょうね。うん、よかったよかった。よいしょ、よし、オッケー。ということはこれ建物の中が、今度建物の中って言ったらスーパーマリオワールドのお化け屋敷ぐらいしか思い出せないけど、テレサがいないとも思えないし、なんかいた気がするんすよ。スーパーマリオくんにいた気がする気のせいかもしれないけど、ま、ともあれ終わります。ありがとうございました。さて、観覧車を止めろとのことですが、どういうことなのか。暴走観覧車、あの位置って前回道に迷って、なんかあのアスレチックみたいなところじゃないんですかね、多分。とりあえずあそこまで行ってみないと分かりませんね。早っ早っ、え、犯人こいつ。とりあえず急いで行きましょうか。よいしょ、こっち方面っていうのは知ってるんで、これなんだろうね、この黄色いのは。関係あるかな、今。とりあえず押してみましょうか。コインか。これ全部集めると何かあるのかな。なんかあからさまにちょっと、急かされてる感じあるんだけど。おお。おお、全部取ったら社員もらえたりしないかね。まあそんなに甘くはないでしょうね。まあともあれ今の目的はこっちなんで、こっち行って回収しましょうか。どうも、
電気亀が悪さしてる。裏側から、はい、了解しました。ここですね。もうすでにここに、うわ、広っ。怖いわ。まあ、しゃあない。頑張りましょう。ほい。よし。すごいことになってんね。カメラカメラカメラ、ちょっとカメラカメラ、これどうすればいいんだ。裏側から行きたいな。となるとこうしてこうか。これで攻めていくんですね。OK。で、戻って、これを繰り返していけってことか。なるほど。よいしょ。あ、ミスった。よし、戻りました。ポコッと。こんなもんでいいのかな？今のところは間違ってなさそうだね。今こうなってんのか。おお。で、上行けと。あ、結構アグレッシブに動くね。上も動かしてからじゃないとダメだね。上動かして、よし、まずはこいつを叩く。このままいけるね。いきましょう。ハテナマークのところに適用。 OK。 次はどうだ。これこ反対側行きたいな。反対側こういう、あ、ちょっと待って、ちょっと今どこにいる、どこにいる、ここか。カメラ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 、気をつけていけ。で、ちょっともうちょっと話したいんだけどな。これここに捕まりたいんですけどね。いけるかな、うまく。待ってよ、冷静になってね。ゆっくり考えていけばいいよ。こうか。で、おい、いったか。おお、あっさりだね。比較的早かった。またあんな微妙な。観覧車に乗ってくださいということですか。このギミックを体験していこうぜ。じゃあ乗りますか。乗ったら終わりだよね。カメラちゃんと気をつけて。で、ここになんかな、あるんだよな。あ、よし、乗った。 OK。マルチ牛、ここの2つなんですね。そんなにここの青コインは難しくなさそうだった。まあ、ともあれ、社員獲得して終わりましょうか。よし。やっひー。今回はこのピンナ島をね、全部攻略していきたいと思っております。これ多分そこに入れるよっていう意味だと思うんですよね、あれを使えば。まあ今はちょっとね、申し訳ないけど、こっちの方が優先度高いんで。偽マリオくんはそこでちょっと待機していてください。どうせ待ちきれなくなって、ステージ7ぐらいでこっち来るんでしょ？ヨシーゴーラウンドの秘密。さあやっていきましょう。録画してるつもりだったのが全然録画できてなくって独り言状態でした。いつも独り言ですけどね。残機がちょっと増えております。いくぜ。もうここで何をすべきかは分かっておりますね。あたふたしましたが、あそこにいるね、なんかオレンジ色のヨッシーが足りないから、マジモンのヨッシー連れてこいというよくわからない感じのショーですね。ということはね、ヨッシーが一匹犠牲になるわけですね。
とりあえずどのフルーツがいるかわからないんで、とりあえずこれ持ってっておきましょうか。これこれでやってくれたら楽なんだけどな。よいしょ、気をつけろ、痛い。あ、フルーツが、わしのフルーツ痛えよ。このビリビリ君結構厄介でしてね、水をかけてもなんかすぐに甲羅を投げてくれるわけではないので、自分でこうタイミングを測ってジャンプしに行かないとダメなんですね。こっちおいでー、おい。こんな感じで、まあ、慣れてしまえばどうということはないですが、わ、さっきのでよかったんじゃん。まああれですね、こういうこともある、人生こういうこともあるさ。さ、さっさと回収していきましょうか。確かこの木のところに置いてあるよね。置いてない、なんで。さっき投げたのまだ生きてんのか、どっかで。帰ってめんどくさいこと、あった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 。よしよし、失礼。ちょっと安全な高いところ通っていきましょう。ここなら敵の攻撃は届かない。よし。でもこの色食べたところで、よし、オレンジ色にならないよね。何色？ピンク。ピンクじゃないんですよね。確かパイナップルを食べたら色変わるっけ。お、色変わりましたね。原理は分かりませんがね、かなりやばいものが入ってるんでしょう。で、これであのね、あ、こいつ食べれる、ちなみに。もっと怖い。ビリビリしてるけど食べれる、食べれる、何でも食べちゃう。あれ、反応しないぞ。 OKOKOK。特定の場所に行けばヨッシーが反応してくれるようです。で、いつものこいつ。そして、こんなステージですからヨッシーが使えるのかと思ったら使えないんですよね。というところには大変な、もう怒りを感じていますね。さあ、もうここら辺は慣れたもんですよ。動く床なんてもうワンパターン、もう余裕っすね。で、この釘打てるらしいんですけど、序盤にやってたあのステージ何でしたっけ、崖の上の洞窟、あそこでなんか適当にヒップドロップかましてたら緑のキノコが出たんですけど、ここでは出ねえじゃねえかっていう風になんかあの嘆きの声を出してたのが、まあ、1回目で、そのあたりはね、あとはここら辺で落ちてゲームオーバーになってました。いつも通りですね。あそこの緑のキノコはまあ特に相手にしません。なんか今回なんかあの動きのパターンがすごい楽なんですけど、気のせいかな、めちゃめちゃ楽ですよ。1回目の時はなんか斜めジャンプを要求されてすごいシビアだったのがめちゃめちゃ簡単なんですけど、これなんでだろう、ぬるいぜ。よっしゃ、これなんだ、スイカ、スイカ、怖い。なんかよくわからないものがいっぱい置いてあって怖いね。おっとっと、落ちる落ちる落ちる、油断しちゃダメよ。よし、ゴール目前っぽいね。壁、あー嫌だな、壁蹴りずれたら終わりじゃん。壁蹴りが斜めに入ってしまうと危険ですね。よし、これど届くか、これあージャンプできてない。これは壁ジャンプで確か届くんすよ。ここまでは来れたんすよ。で、あの三角飛びずれて死んだんですよ。だからこそ、だからこそ、行くぞ、失敗したぞ、結果オーライだぞ。気にするな、あそこどうやって行けばいいんだ。こういう時こそあれか、私のお箱であるあれを使う時か。 B で行ってすぐにヒップドロップをする。あぶね、うわー惜しい。角度がダメでしたね。ジャンプしてスライディング、よし、あ、いった、いったいったいった、よし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 、ここミスるなよ。オッケークリア、うん。
全然ヨッシー関係なかったじゃないですか。ギミック的にも。フルーツあそこに運ぶだけでいいんじゃないですかね。まあ一生あそこでヨッシーは働くことになるんだね。これで次の章見物ですね。あのヨッシーどうなってんだろう。あ、ごめんね。カット。まだまだ。まだまだ。ここはまだ終わってないんですよ。最後。いや、おーさて、あ、来たぞ。こんにちは。さて、偽マリオくんどこだ。あ、そういえばね、なんか下に表示出てるんですけど、なんか社員ってなんかコイン100万集めても出るらしいですね。あの、キラーでコイン稼ぎ放題のマップで、あの、ちょっと回収してみました。スター出んのかなと思ったら社員がもらいました。やったねー。ほらほら、逃げんなよ、逃げんなよ。俺とお前の仲だろ。仲良くしようね。無駄にアクロバティックをしたって無駄だぞ。アクロバティックっていうのは、ここぞという時にやるからこそ意味があるんだぜ。どこ行った？ちょこまかと逃げるね。逃がすな。よし。何？この隙間をやるじゃないか。見失ってしまった。あんなところに。結構早いね。いて、いて、引っかかった。君に用はないよ。どこ行った？どこ行った？あんな遠くに。寂しいじゃないか、そんなに逃げちゃって。でももうこれ2周目だから、もう終わりじゃない？向こうの方が操作に慣れている。やりますな。あもうこっちから行かなくていいんじゃないかな。逆方向から行こうぜ。同じルートをなんかぐるぐる回ってもあれだし、やっかり行くぜ私は。はめまして、よいしょ。さあこっちにいるのは分かってんだぞ。ほらあそこでなんかぴょんぴょんしとるぞ。偽マリオがぴょんぴょんしとるぞ。どこ行った。こんにちは。おっと、変なカメラになっちゃった。その狭い通路を通るが特に意味はないんだぜ、その行為に。なんかここなんかあの壁に沿って歩くみたいな感じになっちゃったよ。待って、わはーい。あ、捕まった。畜生、覚えてるの。すまんな、もうちょっとで迎えに行くからね。ここはアクロバティック。ブルー。ひでえや、このゲーム。気持ちよく撮らせてくれよ。あれ、マリオくん目つぶったね。眩しそうにしてる。こんなエフェクトありましたっけ。すまん、まだ行かない。忙しいんすよ。マップがまだ全然ね、終わってないからね。さあ、最後のマップ行きましょうか。これで3箇所制覇したことになりますね。いわゆる3の8でしょうか。ということはまだまだあるな。なんだろう、風船割り。確かにジェットコースターでもうここのアトラクションは全て制覇したことになりますね。いやー、でも楽しそうなのが最後に残っててよかったよ。意外としんどそうでもあるか。よし、さあジェットコースターにまず乗るところから始まりますね。うわぁ、割りたくなるなこれは。なんでピンクなんだよ。あ、こんにちは。何やってんですか。ピーヒャラピーヤラピロピロリンプスカプップ。なんやねん。なんやねん。なんなんすか。ランラランランラランバッキーズのミルミルちゃんです。知らないんですけど、ジェットコースターバキバキ楽しいです。どういうこと。ジェットコースターをバキバキって表現するのは初めて聞くんだけど。あ、こいつら同じことしか言わねえ。切ねえな。そういう風にセッティングされちゃったんだね。彼らはずっと同じ場所でバキ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 言うしかできない存在なんだ。つらいぜ。そうですか。
あー届かなかったか。とりあえずジェットコースターに乗るところから始まるんで急いで向かいましょう。届く？届かないか。もうちょっと頑張ろうぜ。ここに来ないね。じゃあ来い。この上に確かあるんだよね。絶対遠回りしてる。まあいいや。あ、なるほど。届け。よし、届いた。なんかいっぱいいるよ。すごい大人気じゃないですか。何年ぶりかな。リニューアル記念ボトルロケットで風船割りやります。3周する間にロケットで風船を全部割ることができた商品をあげる。なるほど。あ、そういうことか。あー外した。あれ当たった。とりあえず行こう。うわーきついきついきつい。楽しいなんて言ってられないじゃん。ロケットどこ。むずいよこれ。むずいわこれ、やばいわ。むずいむずいむずい。もう一周？マジかよ。いけ。頑張ってくださいとは言うけどよ、むずいってこれ。割れてねえ。やばい、ゲームオーバーなる。狙えるときと狙えないときあるな、これ。マジマジマジ。ほれ。だいぶ割れてきたか。あー取れなかった、最悪。割れろ。やべえよこれ、むずい。まだまだたくさん残っていますね。分かってるよ、分かってるけどむずいんだよ。ポンプやってみろ。のんきにしてんじゃない。ポンプお前も手伝ってくれ。これ、あ、これさ貫通できるじゃん。貫通割りできるのか。狙わないとな。とりあえずそこにあるのか。厳しいぜ。あれ当たってないね今。もう終わっていいんじゃないかな。もう無理じゃん、もう無理じゃないですか。これ貫通割りできるっていうの知ったけど、やだ死にたくない、死にたくない。むずいな。楽しそうなステージかっこ笑いなんだけど、ああ命が死んでしまう。あ、わざわざ飛び降りるぐらいショックなのか。こっから。こっからっすか。セーブしとこうぜ。さっきした記憶がないわ。ちょっと怖い。こういう時は、ちょっと不安になった時は、セーブをしましょう。こっからやり直しさせられるの？つれえぞ、これ。あれ？角度的に絶対に狙えない時があるっぽいんですよね。だから、この時は狙える。その、なんだろうな、ピンポイントの時にちゃんと打って当てないと、ダメなんでしょうね。